タッチライン際キープしてサイドを変えている、軌道を変えている、キム・ジンホン、どうだ、ことにはこの状況ではなってますよね。そうですね、スピードのあるボールでしたし、はい、このような形で残していますが、ゴールラインをやはりちょっと割っているような、まあ、VAR でチェックしているのはこのキム・ジンヒョンのプレーということですね。